坊ちゃん列車。坊ちゃん列車は、秘電化、京弁鉄道時代の伊予鉄道に在籍した、蒸気機関車、SL 及び、その SL が牽引していた列車。夏目漱石の小説、坊津ちゃんの中で、京弁鉄道時代の伊予鉄道が、町ッはこのような汽車として登場しており、四国、松山の中学校に赴任する、主人公の坊ちゃんがこれに乗ったことから、 ボッチャン列車と呼ばれるようになった。2001年より、伊予鉄道により、松山市内の軌道で復元運行、ただし動力はディーゼル機関されており、以後はこちらの方を指すことが一般的である。1888年10月28日に、伊予鉄道が松山、現在の松山市水戸間を 762mm 期間で開業した際に、 ドイツミューン県ンのクラウス社製 B 型蒸気機関車、高1系2両で運行を開始した。牽引される客貨車も、鉄道開業に伴う資材調達全般を受け負った、滋賀商会の手配でドイツから輸入されたが、これらは、あまりの小型さゆえに分解されず、完成状態のまま木箱に詰めて納品されてきたという、逸話が残る。その後、路線開業で順次機関車、 客家車もに増備が進み、また1900年の南予鉄道と道後鉄道の合併もあって、車両数は激増した。1907年の時点での機関車各形式と、その概要は以下の通り、以上からも明らかな通り、南予鉄道からの編入車である高4型を除き、全車クラウス車製の同系機で揃っていた。このため、異端車である高4型は、 稼働率が低かったことが伝えられており、1911年の車庫火災の際には、車庫の奥に置かれていたことから車庫内からの移動も行えないまま消失、その後も修理されずに放置されていた。この2両の補充としては、新造車ではなく中古車の導入が図られた。同時期に、近隣のべし山鉄道で余剰をきたしていた、からが1912年6月に、 譲り受けされて、高 6K15 から17となったのである。これらも1894年15.16及び1896年17クラウス社製の高 1K 同契機である。もっともこれら3両は状態が悪かったとされ、1917年には置き換え対象であった高4型2両とともに全車除籍され、スクラップとして売却されている。 また、この火災の際には、客貨車も大きな被害を受けており、伊予鉄道では、火31型を自社工場で製造するなどして、消失者の補充を行っている。この後1931年に、高浜線の改め機、電化が実施されたが、その際にも、貨物列車県員は、蒸気機関車のままで残されたことなどから全線、改め機となり、 客家車を含めて順次改め機工事が実施されたが、機関車についてはこの時点では、増尾も廃車も特に行われないまま推移した。ただしこの頃には、道後鉄道編入者である高3型の不調が目立つようになり、1940年頃に8が状態不良で除籍され、残る7も戦後早い時期に除籍されている。戦後は、 混乱期の車両不足から、八幡製鉄所構内専用鉄道より1910年、コッペル社製の156を1946年に譲り受けし二代目高 6K15 としたが、これは燃料の入手難等で、軍中線が電化されたことで余剰となり、1952年に廃車されたため短期間の使用に終わった。こうして、右与曲折を経て運行されてきた伊予鉄道の蒸気。 機関車群であるが、1953年に6の部品流用で DB-1KDB-1 を試作、さらに新造で DB-2 から8が投入されたことでその役割を終え、1954年に運行を終了した。このように、結果的には自社プロパーの高1.25型が最後まで残存し、他社編入者や 中古車は早期に淘汰された状態で、ディーゼル化の日を迎えたことになる。一方、客車についてはその後も二軸車二両を接合して一両とした、ハ500型などが非電化の横河原の森松専用として残存したが、これも1965年の森松線廃止と1966年の横河原の線前線電化完成で役割を得、 また、貨車も1956年の貨物輸送廃止を経て1960年に全車廃車となっており、ここに1 8 8 8年以来78年に渡った坊ちゃん列車の系譜は一旦幕を閉じることとなった。機関車は1953年に同社が運営していた道歩公園内に高一慶一の実機が 762mm 機関仕様に戻した上で先端に大きな火の粉止めを内蔵した輸入時の煙突のレプリカを取り付けて保存、展示され、さらに3が愛媛大学工学部に教材用として寄贈された。しかし、人の出入りが自由な道後公園内に展示されていた1は、その展示期間中に心ないものの手によって危機器類が次々に盗難、破壊されて、 凄まじい荒廃状況を呈した。このため、1965年に、伊予鉄道は、自社が経営する、有料遊園地である梅津寺パーク、現在の梅津寺公園へ一を移動、愛媛大学に依頼して同景気である山の返却を受け、これの部品を一に取り付けて、先端にチムニーキャップのついた通常型煙突を取り付けた姿に、復元の上で、改めて保存、展示することとした。 この際、部品を提供した3の大枠、ボイラーケーシング、車輪といった残りの部品は廃棄されず、後に1に譲った部品を採寸して製作した複製品と組み合わされ、1号機のレプリカとして、伊予鉄道車前に展示されることとなった。その後2016年12月には、本社ビル内に開設されたボッチャン列車ミュージアム、各機参照に移動している。 1967年10月14日、梅津寺パークに保存の位置が鉄道記念物に指定された。客車は松山市内の式道に一両が保存されている。なお、同列車は2006年の時点では松山市清町の宮田ビルの駐車場に保存展示されていたが、2014年頃に製造元の米山工業が引き取り、同地から撤去されている。 現在も貸し出しの受付は受けたまっており、料金は1回15万円とのこと。松山の観光のシンボルの復活として、ボッチャン列車の復元構想は、過去、いくつか起こっては消えていた。特に、観光の目玉を増やしたい観光関係者、特に、道後温泉関係者にとって、関心事であった。関係者他で構成される、道後温泉誇れる街づくり協議会でも特別。 委員会をを設けて、て復活の可能性を模索していた。一番の難点が蒸気機関車に付き物の梅園であり、特に現在の伊予鉄道の市内電車、軌道は市街地の大通りを走っているため、観光振興の名目で新たな公害を持ち込むものと社会的に火を受ける恐れがあった。このため関係者間でも蒸気機関車として本格的な復元を望むものと、 ある程度妥協して現代的にアレンジ芝居園をなくした列車とすべきというものがいるなど意見の統一を見ていなかった。結局はディーゼル方式が採用されることになり、伊予鉄道は2001年にボッチャン列車の復元を発表、運行開始した。列車は王子のボッチャン列車をモデルにディーゼル動力方式を採用、汽笛は同社 OB の協力を得、 制服も当時のものを復元するなど、可能な限り王子に近づけた。その他、蒸気機関車ならではのドラフト音は、社外スピーカーによって鳴らす方式を採用し、煙突からは、水蒸気を使用したダミーの煙を出す発煙装置を採用するなどの工夫がなされている。なお機関車の D1 型は、高1系、D2 型は、高五型をモデルとしている。年月、 松山市駅近くの伊予鉄道本社ビル1階に無料展示施設、ぼっちゃん列車ミュージアムがオープンした。従来屋外に置かれていた3号機関車の主要部品を再利用して制作された号機関車のレプリカが展示されている。このほか、3号機関車の名板や過去のレール、伊予鉄道の歴史について展示されている。開館時間は7時から21時まで。 2017年10月、松山自動車道石槌山サービスエリア、上り線の店舗内に、無料展示施設、ロマン停車場坊ちゃん列車ギャラリー石槌がオープンした。坊ちゃん列車の歴史、関連スポットの紹介、ジオラマが展示されている。開館時間は24時間。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。